ティアレオーニはアメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク州生まれの女優。1966年にニューヨークに生まれる。テキサス州出身の母親とイタリア人とポーランド人の血を引く父親を持つ。なお、父方の祖母も女優であった。ニューヨークとバーモント州にある高校を経てサラ・ローレンス大学へ進学するが卒業はしていない。その後は女優として 活動をはじめ、アメリカ版ヒルドラマ、サンタバーバラで、テレビデビュー。ウィル・スミス、マーティン・ローレンスと共演した、アクションコメディ映画、バッド・ボーイズあたりから徐々に名前も知られ始め、大作映画、ディープ・インパクトで主役を演じて一気に知名度が上がった。その後も、順調にキャリアを重ねてゆく。コメディセンスを開花させていくつかのシットコムにも出演。 コメディエンヌとしての才能を発揮した彼女は、後に、おかしな泥棒ィックジェーンのリメイク作品、ディックジェーン復讐は最高。で、ジム・キャリーと共演し、主役のキャリーと息の合った夫婦を演じて、コミカルな演技を披露した。私生活では、1991年に、ニール・ヨゼフ・トルディー・ジュニアと結婚するが4年後に離婚。しばらくした後、 x ファイルシリーズのモルダー捜査官役で知られるデイビッド・ドゥカブニーと結婚2018年現在は2児の母親である2000年には夫が主演する同ドラマに本人役でゲスト出演を果たしたまた2004年にドゥカブニーが監督を務めた最高の友達にも出演しているしかし2008年10月の段階で別居中で 離婚する予定であると発表されたが、そのまま離婚には至らず、2009年にはしばしば家族、揃って旅行等に出かけているのが目撃されている。同年12月3日には、公の場に夫婦揃って現れ、完全に元の鞘に収まったと伝えられた。2011年には再び別居したことが分かっている。2014年、ドゥカブニーと離婚したことが報じられる。その後、 マダムセクレタリーでの共演をきっかけに、ティモシー・デイリーとの交際をスタート。ありがとうございます。